皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は H3 ロケット試験機2号機打ち上げ直前スペシャルの続きをしていきます。もう終わったぜ。終わったって何よ。もう打ち上げが終わって成功したぜ。え？だからもう直前じゃないんだよ。マリサ、私まだ見てない。南極なんかで凍ってたからだろ。凍らせたの、マリサじゃん。だって視聴者がやれって言うからさ。でもおかげで成功したんだからもういいだろ。これから打ち上げの度に凍らされそう。てか、どうやって溶かしたんだ？散歩中のインド人が助けてくれたわ。ダルシムの野郎、余計なことしやがって。インドにナマステしつつ、早速ナマステしていくね。ナマステしていくってなんだよ。さて、H3 ロケット試験機2号機は、2024年2月17日9時22分55秒に打ち上げられ、CESAT-1ETIR SAT アルミの塊の分離に成功したわ。やったぜ。飛行は計画通りで、心配だった2段目エンジンも無事点火したね。これで1号機の失敗は帳消しだな。ここで成功するのを見越して作っておいたのを流しとくね。え？ちなみに大人の事情でニコニコしか流せませんので、YouTube で見てる方は動画概要欄からニコニコに飛んでください。てか、なんでニコニコだけしか流せないんだ？ニコニコはいろんな配信会社と契約してるから音楽の原版が使えるの。へぇ。田舎のクソサイトニコニコが大都会 YouTube に勝てる数少ないメリットだね。なあ、もし失敗したら何を流す予定だったんだ？そんなの作ってないわ。嘘つけ。まあ、私は成功を信じてたからこんなのしか作ってないわ。おはようございます。報道ステーションサンデーです。到底信じがたい事実が明らかになってきました。十分比例の作ったな。2回連続で失敗とか、2000年前後の悪夢を超えていく、まさに通勤点声だからね。誰がうまいことを。まあでもよかったじゃん、無事にアルミの塊とかを分離できてさ。アルミの塊って別府法だっけ。そうね、別府だからといって大分製じゃないよ。うわ、つまんね。搭載した2機の衛星は予定の軌道に投入されて無事に起動したみたいだし、ベップ4は2段目と完全な分離はしないから、そのまま2段目と一緒に大気圏へ再突入して処分されたわ。なあ、あのアルミの塊って大気圏再突入で燃え尽きるのか。突入速度と姿勢がわかんないからなんとも言えないけど、完全には難しいと思うよ。そうなのか。大気圏再突入で熱くなるのは、気体と大気が衝突して大気が圧縮されることで熱くなってるのね。なるほどな。もし2段目に引っ張られていくような姿勢で突入していったなら、スリップストリームのように2段目が大気をかき分けていくから、ベップ4の温度は上がりにくくなるわ。だから多分こんな感じで突入していったと思うんだよね。千と千尋の神隠しじゃねえか。それでも完全に消失させるのは難しいわ。なんでだ？高温になると気体がボロボロになっていくわけ。ボロボロに崩れて剥がれた部分は速度が下がるから温度も下がり、燃え尽きずに地上に落ちるわ。だから2段目もアルミの塊も一部は地上に落ちてるはずよ。まあいつもの海域に制御落下させるから被害は出ないけどね。その海域は前にヨウムが解説してたな。どの陸地からも遠いから誰も住んでないし、魚もあんま住んでないから誰も来ないってやつね。安全ってわけか。でも無事に成功してよかったよな。そうだけどまだ素直に喜べないわ。なんでだ、せっかく成功したのに。前回でヨウムチンが解説したと思うけど、1段目エンジンはまだベータ版よ。本来のエンジンはターボポンプが共振を起こしてしまう問題を解決できてないから、共振を起こさない運転領域で急場をしのいでいるし、完成の目途はまだ立ってないわ。打ち上げ後の記者会見を見たけど、そこら辺どうなってるのか誰も質問しないし発表もないわ。じゃあ当面はタイプ 1A ってことか。次に30形態だね。30形態？ブースターなし、1段目エンジン3機のタイプね。本来なら2号機はこの形態で打ち上げるはずだったんだけど、1号機が失敗に終わったから30形態は見送りになったわ。実績がないからだっけ。そうね、日本の液体ロケットはこれまでブースター付きで打ち上げてたから、ブースターなしでの経験が乏しいのね。もう失敗できない2号機ではリスク回避のために従来のブースター付きで打ち上げたわ。でも成功してよかったじゃん。あのねマリサ、30形態は H3 の肝なのよ。そうなのか。 H3 の使命の一つにコストを半減して国際競争力を身につけるってのがあってね。この国際競争力ってのは商用打ち上げ市場のことで、
コストを H2A の半分にして商用受注をしようとしてるのね。その半分ってのが30形態のお話で、スペース X の再利用型の場合が4900万ドルだから、50億円で打ち上げできたら勝負できるねってことで30形態ってのがあるんだけど、その30形態は種ヶ島で行う組み合わせての試験がまだでね。いつやるのかまだ目処もついてない状態なのよ。まだ先が長そうだな。長いっていうかこれからだからね。まだ2号機だから製造が安定してなくて価格が高いし、こなれてくるのは10号機以降くらいにはなるでしょうし、打ち上げ成功率も最低でも 90% を超えないとお話にならないから、やっぱり10号機以降になるね。10号機っていつくらいになるんだ？2026年度くらいだね。もう少し先だな。でも4、5、6号機が心配だね。何かあるのか？日本のロケットは統計的に1号機よりもそのあたりでの失敗が多いからよ。そういや、そんなことを言ってたな。ちょうどそれに当たるのが、きらめきシリーズ、導きシリーズ、コウノトリの後継機だね。1号機で失敗したからもう大丈夫だろ。また、霊夢を南極送りにするし。そんなに凍らされたら頭がパーになっちゃうじゃん。元からパーみたいなものだろ。パーで思い出したけど、メッセージがあんまり集まらなかったみたいね。パーと何の関係があるのかわからんけど、RTF に刻むやつだろ。2900も集まったみたいだけど、ヨウムは少ないって言ってたな。そうね、火星探査機のぞみや初代ハヤブサのような。あなたの名前と一緒に行きます系は数十万人規模で集まるし。愛称募集みたいな名付け親になる系は大体数万人規模。イプシロン2号機ではおよそ6400あったんだよ。なのに H3 の2号機はたった2900しか集まらなかった。2号機は失敗してからのリベンジというストーリー付き。JAXA 公式 X でのインプレッションは50万を超えてて、JAXA 周辺の人たちが一生懸命告知してたから70万は硬いはずなのに、その200分の1にも届かない2900なわけ。多分 JAXA が名前やメッセージを募集する系で最低クラスよ。そういうお前はもちろん応募したんだよな。してないわ。は？募集してるの知らなかったのか？知ってたよ、Twitter で見たし。なんで応募しなかったんだ？いつもと様子が違うから見送ったわ。どういうことだ？メッセージ募集って一緒に天体に行きましょうとか名前を考えてねとか、イプシロンの場合はイプシロンを応援しようみたいな感じで応援する対象がものなんだけど、 H3 の場合はプロジェクトで頑張る俺たちにメッセージをって感じで、いつもとちょっと違うから様子見することにしたわ。それって JAXA が自分宛てのメッセージを自分で募集してるのか？まるでアイドル気取りだね。それでも周期くらいしてやれよ。知らなかったってコメントが多かったぜ。いやよ。は？頑張る俺たちにメッセージをってナルシストじゃないんだからさ。そういうのは第三者が募集するもんじゃないの？まあそうだけどな。これって JAXA 周辺の人たちが甘やかすから調子に乗ってる説あるわね。調子に乗ってる？失敗したよって言ってる時に、そうだね、辛いね、わかるよ、じゃあ入れるね。これはいけません。ダメなのか？正解はこちら。二度と失敗するんじゃねえぞと言いながらぶ叩きます。これが正解です。これはひどい。一方で成功したらこうするわ。やっぱり JAXA がナンバーワンと褒めたたえます。これが正解パターン。手のひらぐるぐるだな。 JAXA を甘やかすとろくなことがないからね。さて3号機はどっちになるかな。ふふふ。今度は溶けないようにがっちり凍らせるか。また情報が入り次第解説していくわ。わーわー言うとりますがお時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。あと感想など気軽にコメントを書き込んでください。それではまた会う日まで。それじゃあな。さて終わったな。ちょっと急ぎの用事があるからもう帰るぜ。じゃあまたな。うん。さて帰ってきたわけだが、なんだこれ。スッキリストレス解消ボタン。ボタンを押せばスッキリします。どういうことだ、霊夢の仕込みか。まあいいや、特に何も起きないしスッキリもしないけど、ただのいたずらか。